はい、皆さんこんにちは。今回はですね、デイゲームやっていきたいと思います。デイアジ、まあ何か釣れたらなと思いやっていきたいと思います。暑い、とにかく日焼けがえぐいね。皆さん日焼け対策どうしてます？やっぱクリームですか、ね、やっぱ仕事柄日焼けはよろしくないんでね。学生と違うからもう、まずこの辺から。やっていきたいと思います。とりあえず自分がアジやったら、どういうとこに居つくかを考えて。つって、お、危な、スズメバチや、危な、黄色スズメバチや、黄色のスズメは危ない。お、来た、おし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 、しょーじー、釣れた、味、味が釣れました。釣れましたね。よかったよかった。やっぱデイゲームでアジングは面白いね。で、今ちょっとね、まあもう持ってきたんですけど、これね、スパテラのイエロー、予備も一応持ってきました。よっしゃ。そう、さっき言った通りね、自分がどこにアジやったら居つくかを考えるんですよ。夏ならばこう前に岩礁帯があるんで、ここ、こういうところには絶対居つくでしょ。僕やったらこういうところで、あー惜しかったな今。僕やったらこういうところで居つくかなと。ちょっと隙間空いたりすると食わんな。スパテラのね、 1.5 インチチャートね、これ夏のね、夏を制するにはこれですよ。反応がええもんな。熱っ。なんかね、他のワームとちょっとちゃうんやわこれ。僕ならば、こういった根のあるところの、例えばここ潮通しがいいんで、こう潮通しがいいところに自分なら潜むんで、まあ魚も一緒かなと。これね、アジもなんかね、単体でおるな、群れでおるんじゃないな。群れでおるんやったら簡単やけど、群れでおらんからむずいな。うん、これでゴミだまりっていうのは結構プランクトンが多いんで、何か反応があっても面白そうやけど。シェードでしょ。さ
さ、アジの気持ちになって自分ならどういうとこに居つくかやな、それを考えて今日はやってっています。ちなみに今 0.6 の軸単でやってます。で、とにかくガンガン誘ってます。もう信じられやんくらいガンガン誘ってってます。おし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 、そうするとほら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 、はい、アジ一匹ふーって入ってきとったよ。うん、見えとるもんな。本当に？アジで？食え。アジがこう見えてたらとりあえずアプローチをして誘い続ける、こういう風に。こう奪い合わせる、アジに。でこれもやりすぎると擦れるんで、
え？